5番継承、慶応義塾大学からの選手です。9番の下大丈夫か。現在走行中の大塚選手、慶応義塾大学の3年生の選手です。乗ります馬継承はウォームブラッドクロスの戦馬です。現在ここまで無過失で走行を続けております。9番障害もクリア、最終障害10番 A、B とクリアです。大塚選手のタイム58秒49、58秒49、総減点0点でした。